豊島前コミューゼタウンは東京都豊島区南池袋に2015年3月に完成した超高層ビルである。豊島区役所と超高層マンションが同居する日本初のマンション一体型本庁舎である。1961年7月に完成した豊島区、役所旧庁舎は老朽化のため修繕費が増大していたこと、業務の拡大で本庁舎、分庁舎営館、 ビーカンなど7カ所に部署が分かれて置かれ、区民に対するサービス機能が低下していたこと、さらにはバリアフリー対応の遅れ、来庁舎用駐車場の不足などの理由から新庁舎建設案が計画されたが、予算の問題などの理由から計画は頓挫していた。しかし、区の財政健全化の道筋がつき、新庁舎建設の推進が争点となった2011年の区長選挙で、 建設推進を掲げる現職の高野の夫が4期目を決めると長年の課題だった新庁舎の整備は本格化した。事業者は四国域内の地権者等などで構成される南池袋二丁目江地区市街地再開発組合である。建設地は増市がや霊園にほど近い豊島区立西出小学校跡地と 南池袋自動化跡地などを含む南池袋2丁目45番外区と46番外区を一体化した南池袋2丁目地区を都市再開発法に基づく市街地再開発事業によって整備した。再開発事業は都の町づくり制度を使って容積率を300%から800%に引き上げ民間再開発事業と連携することで デベロッパーの開発投資を呼び込み、従前資産と再開発建物の床を投下で交換する権利変換方式で行われ、新庁舎は従前資産を権利変換して取得した権利床のほか、再開発組合から保留床の一部を購入して確保した。この権利変換と移転後の旧庁舎及び、豊島公会堂跡地を民間に貸し出すことによって、区は、 新たな財政負担なしで庁舎建て替えを実現した。建物名称は公募され、500件の応募から、環境と文化を意識した街の拠点に、発展させたいという思いから、豊島へコミューゼタウンに決定している。2015年度グッドデザイン賞、2017年度第58回、PCS 賞をそれぞれ受賞。1階の一部と3階から9階までを、豊島区役所が占め、 2015年5月7日から業務を開始した。1階の一部と2階が商業エリアで10階の中間免震階を挟み、11階から49階までが集合住宅ブリリアタワー池袋となっている。なお、地下には東池袋駅への連絡通路が設置されており、駅経由で東池袋地下通路を利用すれば、ライズシティ池袋、豊島区立中央図書館、 アウルスポット、アウルタワー、池袋サンシャイン式へ、雨の日でも、傘なしで出かけることができる。プロジェクトのコンセプトは、自然と建物の共存。高層ビルであるが、あまり主張しすぎない建物を目指して設計された。設計、管理は、日本設計、外観デザイン協力を、熊健吾建築都市設計事務所、ランドスケープデザインを、ランドスケーププラスが担当した。 また、環境対策にも力を入れており、樹木のようなビルをイメージし、緑が積極的に取り入れられている。敷地の周りは主に落葉樹を植樹し、1階から9階までの外装は、植栽を主とする太陽光パネルや日射制御ルーバーなどを組み合わせたエコベールと呼ばれる装置で覆っている。また、9階の屋上に設置された都島の森には小川が流れ、 ホタルが舞う芝生屋敷お料理の機器が植わる空間が整備した。またそれらは高層ビル周囲で問題になるビル風の低減にも役立つ。館内は吹き抜けを中心に風が通る爽やかな空間をイメージしている。館内は木材を使用し優しさを感じさせる雰囲気となった。施設においては LED 照明や熱循環システムが採用された。また、 先端の IT を駆使した区役所業務効率化も今回の目的となった。庁舎は345日区民に開かれた庁舎となる。また案内コンシェルジュを設けたり、需要の高い業務化を仮想会に集めたり、個人情報を IT で管理し、用のある部署に転送して、負担を軽減するなど、来庁舎が速やかに用を済ませられるような工夫がされている。 部署間でも書類をデータ転送することで職員の負担を軽減する。1階には区民スペースが設けられ、祭事、防災時には配給などに使用できる。折りたたみステージ、照明なども完備されているのでミニコンサートも開ける。回廊には耳づくアートが飾られ、小学校の図工や美術家のちょっとした特別展も実施可能。9階には前述した通り、 都島の森が整備され、区民環境学習に役立てられる。また、カフェコーナーも備えられた。区議会議事堂は、傍聴席を拡大した、木の優しさが溢れる空間となる。また、議会が開かれていないときは、民間で貸し切ることもでき、国際級の案件に対しても対応できる設備を有する。また、都島エコミューゼタウンは、庁舎などに求められる、耐震等級一を、 クリアしている。コンクリートは100年以上の耐久性が保持できるものを使用し、10階に中間免震装置を組み込んで揺れを吸収するシステムを有する。非常用発電機も設置され、72時間の電力供給が可能であるなど、BCP にも対応している。東京建物、首都圏不燃建築校舎が中心となって販売した分譲マンションで、 豊島エコミューゼタウンの11階から49階部分を占める。倉庫数432個。池袋地区最高地点にある屋上スカイガーデンのほか、ゲストルーム、コンシェルジュ、1個1つのトランクルーム、トレーニングサロン、ラウンジなどが設けられた。発売当初の価格は7000万円台、8000万円台中心とかなりの高価格帯だったが、購入希望者が殺到して抽選が、 実施されるほどだった。競争倍率は最高で約20倍。購入者の4割が現金で購入し、発売から7週間後に全住個が完売した。区が定期借地権方式で旧庁舎、公会堂跡地を民間事業者に貸し付け、時代を一括で受け取る。そして民間事業者が跡地に晴れ座、池袋を整備した。ありがとうございます。